ニュースのキーワードをコンパクトに紐解く3分ではてな今日のテーマはこちら祝賀御列の儀です福原さんお願いしますはい祝賀御列の儀天皇陛下が国民に広く即位を披露し祝福を受けられるための儀式です国事行為なんですね、えー、皆さんの中では祝賀パレードといった方が通りがいいかもしれません、えー、当初は先月22日に予定されていたんですが台風の影響を考慮して 今度の日曜日今月10日に延期されたのはご存知の通りですそして警備の概要もこのほど明らかになりましたパレードなんですが天皇皇后両陛下宮殿を出発してここまで赤坂御所までおよそ4.6キロで行われます両陛下の姿を間近で見るにはこちらに印を打ちましたけれども青で 29地点40箇所に設置される手荷物検査場を通過しないといけません通過後コース沿いに設定された観覧ブースに入場できるという仕組みです徹夜組金曜日あたりから寝袋を持ってよしいいところ早めに取るぞということはできませんなぜか当日の朝8時以降にその検査場がオープンするからなんですねまずパレードの出発地点に近い皇居前広場で見たい そういう方ですね。えー、二重橋前と、えー、ここですね。午前八時、朝八時から検査場がオープンします。そしてもうちょっと先、<laughs> 岩井田橋桜田門は十一時から。そしてその先はですね、正午以降のオープンということになります。うん パレードは3時出発ですからまあ、そこのブースに入ってずっと待つということになりますけれども一応仮設のトイレはあるということですで、この観覧ブースに持ち込めるのはスマートフォンやカメラスマートフォンは大丈夫ですペットボトルも大丈夫ですただこれを使うときに自撮り棒などはダメなんですよはい、ここはね気をつけないといけません三脚もダメですよはい。で、ペットボトルは OK と申し上げましたが瓶や缶はダメなんです それから遠方からお越しの方キャリーバッグ、キャリーケース、ね、早めにホテルをチェックアウトして持ってくるうん、うん、ここはもう検査場で跳ねられてしまう,うん、うん、じゃあ近くの駅のコインロッカーに置いておけばいいんじゃないの、うん、預ければいいんじゃないの。 それもコインロッカーがもう閉鎖されている可能性が極めて高いですもちろん検査場で預かってもらうこともできないということなのでこれらはあの警視庁の公式サイトに持ち込み禁止物の一覧が掲載されているのでぜひ参考になさってくださいこれ今の時点で行こうか行かないか迷っている方も多いと思うんですけどこれ行ってみないとやっぱり当日の状況というのは分からないということですよねつまりそれはどのぐらい混んでいるのかが心配だということですよねすす警視庁が初めて今回ツイッターで 混雑状況を発信すするんだそうですう大変混雑満員など段階別に色分けした地図を投稿するんでどういうふうに色が変わるかというとこのコース沿いにこのようにあ<ー>まあ黒ですとも満員ですともうここは来ても見られませんブースに入れませんよと、うん、こういうのを随時更新していくので。 それを参考にしてほしいと。<laughs> なるほど。うんうん、結構しっかりとした警備体制とねいうことになりますね,すね。サミットの警備に匹敵するか万裕ちゃんなんかそれを上回るような感じもするんですけど。うん、でもやっぱりこう、うん、我々国民からすると開かれた皇室であってほしいっていう希望も。はい 強いいじゃなですか考えてみると、ちょっとそこからは厳しすぎるかなっていう感じもするんですけどでも、何かあってはまずいんでただ、イギリスの王室考えると割と距離が近いですね、イギリスの国はねでもこれって見てもらうための警備だと思いませんか、ああいう混雑状況を知らせていうこの取り組みっていうのはね見に行く側にとってはととてももありがたいこですけれどねしっかり荷物はチェックしないといけないということが分かりましたね。まあでも 天気がいいみたいだから、もう<え>全然思ってます。か家でテレビで見るのも一つの見方かもしれませんね。<laughs> <laughs>